こんにちは。日本学術書道会の田村貴団です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は滝直下に三千丈です。滝がまっすぐに落ちること三千丈。三千丈というのは李白の白髪三千丈というのに同じく単なる習字です。涼しさを強調しつつ語呂を合わせたものです。天気のある前後ではありませんが、夏の涼しさを呼ぶ一句です。それでは今から滝直下に三千丈を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。